ちりとり踊りは有名な郡上踊りと並んで奥美濃の盆踊り文化圏を代表する踊りです。テンポが速くターンの多い元気な踊りは特に若い人たちに人気があります。息を切らせ体と体がぶつかり合う中でいつしか踊りの輪にいるみんなが一つになる、そんな体験のできる貴重な盆踊りです。宝暦義民太鼓はその宝暦騒動を四部構成のストーリーで演じられる太鼓です。演者は当時の農民姿で面をつけ迫力のある太鼓を叩いてくれます。郡上一揆は江戸時代の宝暦年間にこの郡上地方で起こった農民一揆です。時の藩主金森氏の藩政により重税に苦しむ農民が一揆を起こし、江戸の老中が免職、藩主金森氏も領地没収、お家断絶となったもので郡上藩宝暦騒動とも呼ばれています。
Oh, yeah.